ジでどっちしようかな。よし、そしたらこっちや。もうこれいつやるかわからんな。とりあえず取っておこう。Welcome to Ted Hammer TV, and here's your host, Ted Hammer! どうも、アメリカ育ちの大和魂ことテッドです。皆さん、前回のスコビル新麺のレビュー動画をご覧になりました？よっしゃ！スコビル新麺激辛口カレーうどん。辛い。そうそう、あれです。実はあれには舞台裏がありまして、スコビル新麺とカラカラウオというカップ麺のどちらをレビューしようかなと悩みました。2枚抜きも考えましたが、1品目で味覚がバカになるので断念しました。期待された方々本当にすみません。で、あとは結果皆さんお分かりですよね。そしてもう一方のカラカラウオはオクラ入りと思ったんですが、読み方間違ってるかもしれませんけども、ラムネ180さんからカラカラウオってカップ麺が最強に強いので機会があれば食べてみてくださいというリクエストがあったんです。またね、 YouTube で仲良くさせてもらってます伊野軍団キャプテンことたけしチャンネルのたけしさんがツイキャスでカラカラウオでラーメンキャストされてたんですよ。でそれを見てね、辛そうやけどうまそうやなと思いですね、今回のレビューに踏み切ったんです。ちなみにね、たけしさんはめっちゃ面白い動画をですね、私と違ってほぼ毎日アップされますんで、皆さんぜひチェックを。それでは今回の商品に登場してもらいましょう。それでは Here we go。 よっしゃ、スガキヤのカラカラウオラーメン、麺どころイノショウ監修、辛うまを極めた味。大変辛いラーメンです。辛いものが苦手な方はご注意ください。皆さん出ましたね。もう見たからに辛そうですよね。特にここ見て、唐辛子の富士山みたいや。 Mount Fuji is the highest mountain in Japan. Mount Fuji is the highest mountain in Japan. でも皆さん、これほんまビジュアル的にもすごいですよね。いや、このこんもりとした山に圧倒されますわ。やっぱり富士山？ Mount Fuji is higher than any other mountain in Japan. Mount Fuji is higher than any other mountain in Japan. なんでいい回やねん。とりあえずね、辛いけどうまいっていう評判よく聞くので、結構期待してます。どうなるんでしょうかね。富士山級のうまさを体験できるのか、それとも富士山噴火級の辛さを体験できるのか、交互期待、楽しみ。それでは開けていきましょうか。ふぅ、ほうほうほう。はい、中身は3つね。まず液体スープ、火薬入りスープの素、そしてラスト、後入り粉末。これなんだろうね、このこんもりとした山の正体は。いや、これほんま開けるの楽しみやね。そして麺はこんな感じです。太めの平打ち麺ですね。これであればスープめっちゃ絡みそうやね。それではいよいよお湯を投入。それでは開けていきます。おお、まあ、この時点ではまだ辛そうには見えませんけどもね。まあ、具自体はそんなにないです。ネギと唐辛子が浮いてるっていうぐらいですかね。それでは、液体スープを入れていきます。うお、これやで。これや。うわー、これは辛そうだ。じゃあ混ぜていきます。麺がね、なんかすごくコシありそう。うん、混ぜてたらなんかそんな感じがする。でもこれうまそうやな。ちょっと辛い味噌ラーメンって感じがしません？あ、それでね、もう一つ。このなんかね、魚介のいい匂いがするね。魚の出汁がものすごい効いてるんでしょうね。香りからそれがわかります。そしたらこれも入れていきます。マジかいな。はい。ということで、なんか見て、これやで、ポイントは。これ混ぜると一気に辛くなるんでしょうかね。非常に楽しみです。はい、皆さん完成しました。皆さんどうですかね。そしてそうそうそう、忘れてはいかんのは、ザクマグね。消化用の水です。でね、この唐辛子の絵馬を崩す瞬間をちょっとご覧になっていただきたいと思いましたので、ここにカメラをセッティングしてます。それでは皆さんちょっと崩していきましょうか。これ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 ね、すごいよね。迫力あるけども混ぜます。赤こちょほんまやばいんちゃうかこれ。なんちゅうたらいいんかな、唐辛子のスープ、もうそんな感じやね。いやでもね、この魚感、この香り、いやこれたまりませんわ。だからやっぱりね、辛いけどうまいという評判ね、ほんまなんやろね。でもひとまずこの辛さを乗り越えていかんとねあかんのよね。それでは皆さんいよいよ試食していきたいと思います。それではテッドハンマーいきまーす。それではいきたいと思います。一口目、辛っ！これは辛いわ。最初はね、あ、これ辛く食って、辛ー！っていう感じですわ。これは強力やぞ。うわぁ、辛っ！うん、太麺もちもち。あー、でも辛いな、これ。でね、やっぱり予想通り、スープと麺がうまい具合に絡み合うわ。おー、あらたけしさんよう食べはったなこれ。ああ、でね、スープね、辛いけどめっちゃ辛いけどスープのうまみをかき消すほどの辛さではないね。うん、おいしいおいしい。ああ、これ先週のすこびるより絶対辛いわ。ああ、辛っ。ちょっとスープ飲んでみようか。本格的やなこれ。ああ、はあ、あともうちょい。あー辛っ。あー、でもこの魚系の味好きやわ。うわ、めっちゃ出汁効いてるなこれ。うわ辛っ。完食。よし、お察しの通り消化用のガリガリ君です。なしです。ああ、冷蔵庫の中にあと2本残ってました。ああ、うん、たけしさんよう食べたなこれ。皆さん、ということです。めっちゃ辛かった、ほんまに。結構ね、私今まで食うた中でね、結構辛い部類に入りますよ。あ、鼻出た。ところでこのカラカラ魚ですけども、何度もリニューアルされてるようですね。ということは結構昔からあるんですね。でこのね、太い平打ち麺といい、強い辛みといい、でこの豊かなね魚介のうまみといいね、ものすごいいいバランスでした。いやほんまにうまかったですよ。だからね、めっちゃ辛いと言いながらですね、味は非常にしっかりしてたので、いやもう一回食べようかなと思いましたね。まあ、もうちょっと先にね、だからリニューアルされるたびに注目されるんだろうな、きっと。私はそう思いました。それでは皆さん、次のアップまで See ya! Bye! あー、なんか富士山登った気分というよりは昇天した気分や。Okay everybody, thanks for watching Ted Hammer TV. This is Ted Hammer signing off. 登録してね。よろしく。